はい、こんばんは。イラストレーションカレッジ田中です。それでは本日もイラストの方を描いていきたいと思います。本日描いていくのがですね、前回に引き続き木の幹、こちらの方のクリーンナップをしていきたいと思います。今回やるのがですね、こちらの仕上げの方をしっかりとやっていくんですが、基本的にもう本当に書き込んで、しっかり質感やタッチを足していくだけにはなってくるのですが、ポイントとしては本当にちょっと地の色を生かしつつ、それに加えてこう細いラインで書くのではなく、ちょっとブラシがあれだ、細いこういったもこうなんかラインでこう書いていくやり方もあるとは思うんですが、これだけではなくてですね、ちょっと面を生かしてこうね、書き込みの明るい面とかをしっかりちょっと生かしながら、こうちょっとだけタッチを入れて、こういうことですね。で、あとはしっかりと光の当たってる面をちょっと感じさせるようなタッチの入れ方、こちらをしっかりと行っていきたいと思います。で、で、まずはちょっと周りを整えたりとか、タッチを足しながらとか、そういうところをちょっと重点的にしっかりと書き込んでいきたいと思います。なんですかね、こういうところもなんかただただここの色を強調させるんじゃなくて、別の色をちょっと作ってあげて、上からさらにちょっと凹凸を感じられるように、書いていってあげてもいいんじゃないかなと思います。なんかちょっとまたちょっとレイヤーをちょっと変えておきます。ね、こうすることによってちょっとだけタッチも入れやすくなるでしょうし、書き込みの幅も広がるんじゃないか、書き込みの幅というか書きやすくなりますね、ただ単純に。で、しっかりここの元にあった色も拾いつつ、しっかりと書いていきましょう。で、本当にただタッチとかも明るい部分にもちょっと入れないといけないので、そういう時は本当にこう優しく優しく入れてあげましょう。こんな、全部描くんじゃなくて、ちょっとだけこう、なんていうんですかね、本当しっかり下にも色が残ってるので、その下の色を殺してやらないように、ちょっとずつちょっとずつですね、色を乗せてやるイメージがいいと思います。で、真ん中にちょっとだけ濃い色もちょっとだけ入れてやったり、で、これもちょっとね、色を変えてやると、またちょっとね、違った趣が出てくると思います。いや、本当にこういうガシガシしたタッチはあまり入れない方がいいと思います。で、こういうのをちょっとですね、何重にも重ねつつ、この際の部分なんかは特にですね、ちょっと何層かに色が分かれるようなイメージ、で、なおかつちょっとあんまりこうグラデーションかかってるところはこうあんまりですね、あまりちょっと強く書き込むとあまりよろしくない
ことになってくることもあるので、本当にこういうところは本当に慎重に、タッチを入れるにしてもちょっと慎重に慎重にやっていきましょう。あとはかといってタッチを全く入れないのであるあれば、本当にこう面白みのない感じになってしまうので、入れつつ、入れるところは入れつつ、潰すところは潰しつつっていうのを明確に頭の中でイメージしながら、しっかりと手を入れていきましょう。さあ、それではちょっと書いていきましょう。
さあ、というわけで書き進めてまいりました。で、ここからは細かいタッチや照り返しの色などをちょこちょこと入れながら、しっかりとディテールを少しだけ書き足していきたいと思います。こんな感じでこうちょっとボケているようなところに本当細かいタッチを足してやったりとか、そういうところをちょっと今ここに入れたんですけど、そういうところを少しずつ詰めていきたいと思います。ちょっとね、本当ちょっとしたタッチなんですけどね、あんまり入れすぎないように。で、明るいっていうか、まあ、あんまりこうなんか岩肌に見えてきてしまうこともあるので、そういうところに気をつけながら少しずつやっていきたいと思います。で、こういう影中の部分にもちょっと色を新しく作ってあげて、こんな感じで明るい部分を、影中の明るい部分をちょっと足してやってもいいですし、そういうところを本当にちょっとずつ書き起こしてあげるイメージでタッチを入れて言ってあげましょう。あんまりこう硬い感じのものを入れてしまうとちょっとうるさく見えてくることもありますし、あとこう縦のラインでどんどんタッチを今書き入れていったので、今度は横のラインをちょっと意識して書き足してやっていこうかと思います。この辺にも入れてはいるんですけど、ちょっと弱いのでこうささっと、ちょっとずつ書き起こしていってあげましょう。で、本当にあの横のタッチなんですけど、結構あの木によってもあのボコボコしてたり、表面がデコボコしてたりして入れやすい木もあるんですけど、あんまりこうのっぺりしてる木はちょっと入れづらいんですが、ちょっとあのディテールを少しでも崩す意味も込めて少しずつ入れていってやるといいかなと思います。そうですね、それではそんな感じでちょっと書き進めていきます。
さあ、というわけで書き進めてまいりました。で、一度この辺りでね、最終調整という感じにしていきたいと思います。何をするかといったら、もうとりあえずはもう光らせたいところにさらに光の光量がぶつかるように、ちょっと手を入れていくイメージですね。ちょっともうちょっと光っててほしいところにもうちょい明るい色を置いてみたりとか、こんな感じでちょっと、でかつ色がちょっとプラスされたりもするので、そのあたりもちょっと試してみるといいと思います。乗せすぎたなと思ったら、まあ後から削ったりもできるんで、そこはうまい具合に調整しながらやってみてください。でちょっと若干粗いなと思ったらですね、あ、ちょっときついな、ちょっと今入れたところがちょっときついので抑えますけど、でプラスちょっとこっちの方にもね、ただあんまりサイドが高くなったり不自然に映り込むようなことがあれば、ちょっと落ち着けてやってみてください。落ち着けてサイドを下げて書いてみるといいと思います。よいしょ。さあ、まあこんな感じかな。うん、あまりこうねすごい目立つようにはしなくてもいいと思うので、ポイントポイントで見えてくれば、で結構今不自然な感じになっているんですが、それはちょっとですね、今どうなってるかというと、ちょっと幹を見せるためにこの後ろの木とかをしっかりちょっと仕上げたり、本当だったらもうこっから枝分かれとかしてですね、ここに葉っぱが覆いかぶさってきたりするんで、ちょっとそれを今回入れてないというか入れてないので、ちょっと不自然な感じにはなるんですが、今回は幹重視ということでこんな形に仕上げています。で、もうちょっとねこの辺りとかギザギザしすぎてうるさいなとかってなったら、ちょっと落ち着けてやってもいいですし、こんな感じで、そうすることであのですね、こうタッチの細かいうるささやちょっと汚れに見えてしまったりしたところとかの調整や、落ち着きのあるちょっと滑らかなタッチに持っていくのにいいと思います。こうやってここら辺もこうちょっと、でこれやりすぎるとまた今度なんかヌメヌメして気持ち悪くなってくるので、ちょっと入れ方にもちょっと調整が必要かと思います。でさらにですね、硬くブラシを硬くしてもでちょっとタッチを入れつつ今度は綺麗にできると思います。こんな感じで、こんな感じでうまい具合に使ってやってみてください。うん、そう、まあこんな感じですかね。でですね、
まあ、ここからですね、まあ、ここまで書き込んですごいこうガシガシ書いてるようには見えるんですが、これ外すと、まあ、透けてたり結構タッチを入れてなかったりする部分もあるので、下の字の色を極力拾ってではなくて生かしてあげて、しっかりとタッチを入れてあげるといいと思います。でちょっとおかしく見えそうなところは細胞をちょっと潰してやるとか、馴染ませてやる。で気をつけてほしいところとかはですね、もうここのあたりの、そうですね、この辺りとかですね、もう奥に来るにつれて、あとは画面の端ですね、端とかに来るにつれて、今赤のラインでちょっと引いてるところですね、もうこの辺りはほぼほぼ書き込まないとか、そっちの認識でいいと思います。あまりこれを書き込んで、ここの赤い部分を書き込んでしまうと、ちょっと情報が入りすぎて今度うるさくなって、パッと見たときに今この辺りに、この辺りに目が行くと思うんですが、これがですね、いろんな方向に散らばってしまうので、そこだけちょっと意識づけて、木を描くときはもうこの上の方を、まあ、ここはちょっと描いてますけど、もう描かなくしていくっていう、端っこに行く枝もほぼほぼもう1色か2色で色の変化があっていいんですけど、タッチの変化はなくしていきましょう。で書き込むことはしないんですけど、たまに木漏れ日で色の変化でこう明るい色をのせてあげると、もうそれだけでこの辺りちょっと見えてくると思うので、あまりこうガシガシ書き込まずに、光の当たってる表現だけに留めてあげるというような調整をするといいと思います。いかんせんちょっと後ろを書いてないので、幹だけ仕上がってはいるんですが、でこの辺りで今回は一度終わりたいと思います。もし入れれるようでしたら、この辺りとかもうちょっと書き込んでもいいかもしれないですね。書き込むっていうか、鳴らしたり変化をつけてみたりしてもいいと思います。それではご視聴の方ありがとうございました。今回はこの辺りで失礼します。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまた。